3人が表彰台に上ることになっています。時刻は1時30分を回りました。東大付の決勝レース8周が終了いたしました。また表彰式が行われまして、おのインターバルを挟んでスーパー NGA のファイナル日本一決定戦のファイナルレースが行われます。10周で行われます。さあ果たして1998年から始まりました FGA 日本一決定戦、そしてスーパー NGA 日本一決定戦と変わってまいりましたが、果たして今年のウィナーは誰でしょうか。スーパー NGA の日本一決定戦の後は FGA チャレンジクラスが8周のスプリットで行われます。最後は F4 日本一決定戦。